伝停での市電ホリデーイン前を行くサラエボ市電路線系統サラエボ市電はボスニアヘルツェゴビナの首都サラエボで運行されている路面電車であるサラエボ市電は JKP グラサラエボによって運行されており JKP は市電の他にサラエボ市内で路線バスとトロリーバスを運行しているサラエボ市電は郊外のイリジャと市中心地区である スタリグラードのバシュチャルシアを結ぶ 10.7km の東西の路線とサラエボ駅やバスターミナルがある地点を結ぶ 0.4km の支線によって構成されている。サラエボ市電はヨーロッパの中でも歴史が深い市電の一つである。サラエボはヨーロッパでは初めて終日運行される路面電車が導入された都市で開業は1885年の新年であった。当時、 オーストリア・ハンガリー帝国の帝都で、抹車軌道が運行されていたウィーンに、路面電車を導入するために試験的な意味合いもあった。開業時は 760mm の強気で開業しており、今日のような 1435mm の標準機に改良されたのは1960年のことである。20世紀の都市の成長によって、重要な交通機関となっていった。 1990年代のサラエボ法維時には、路線網や車両の多くは甚大な被害をこむったが、残った車両により運行は再開された。路線網は、サラエボの主要な東西のブールバールに沿って敷かれており、マリーン・ドボルからは、ループ線上になりミリアツカ川沿いの通りであるオバラ、クリナバナを通る。その後折り返し地点のバシュチャルシアに達し、マルシャキタ通り沿いに進み再び、 マリン・ドボルに達する。7つの系統が運行されているが、全区間を行くのは3系統のみである。車両は1970年代から1980年代前半に製造された、チェコのタトラ製のタトラ K2 のほか、近年では新しい車両も導入されている。ありがとうございます。